さあ、それでは続きをやっていこうと思います。やっとこさ、ボディの塗り分けするところとかそういったことがやっと分かってきたので、まあそこをねしっかり分けて塗装前のところまでねまず持っていこうかなと思います。結構この辺とかでも、これあのエンジンルームと車内の部分なんですけどね、どこをどう塗り分ければいいのか全く分かんねえよって感じだったんで、まあだけどやっといろいろなね資料をね、あのまあ依頼者さんからももらって、あのこのサイト見るとこう載ってますよみたいなのとかね、いろいろ教えてもらって、それ見てやっと分かった。まあ時間かかった、めっちゃこ時間かかったわ、もう。ということでね、ちょっとね今回もねこんな動画だからやめようかなともちょっと思ったんだけど、アップするの。ただあの今ねちょっと本当に今いろいろあって忙しくてですね、まあ先にあと変な風に削れちゃったけど、まあここ見えんくなるでいいか、どうしようか悩んでアップしようかどうしようか。まあでも今回ねちょっとアップさせてもらったんですけどね、もう付き合いいただけたらと思います。早速これを使う。なんかこれ慣れてきたら便利だな、このねちょっととんがった部分とか。まあどの道あんまり必要性はないとは思うんですけど、ちょっとこう当てておいて少し R っていうか鋭利なところだけね取っておいてあげた方がね後々都合が良くなることがほとんどなので、まあ今回もそんな感じで適当ではあるんですけれどやっておこうかなと思います。まあということでね、どうでもいいお話ではあるんですけど、ついに私ついに来ました。まあ忙しい理由がそれなんですけど、うちに保護猫が来ました。ついに来た。いや今日ほんでね見に行ってさ、隣町まで今日やるからっつって行って、で行かなきゃとか思って行って、でどうしようかなとか思ってさ、まあ、ちょっと画像ねちょっとまだやっぱりしっかり今、まあ、何枚も撮れなくて、なぜかっていうと、まあ、これ多分保護猫とかそういう猫を飼ったことがある方ならわかると思うんですけど、あの環境の変化っていうのがあるんで、あんまり表に出しちゃねまずいよというところがあるんで、いきなりねちょっとこうヘビーなことをさせるのはやめておこうと思って、まあ写真はあんまり撮ってないです。一応準備だけして今日で慣れるまでみたいな感じでケージの中に入れといてねっていう話だったんだけど、もうもうねなんか最初さ連れて帰ってくる時なんかさすごいおとなしくて、大丈夫かなこの子とかも思いながら、まあおとなしくていいやとか思ってたんだけど、なんかもう外に出してくれ、遊ぼうみたいな感じだったからさ、そうしたらもう暴れ放題。もうやっぱりさ最初のキータンの雰囲気の慣れが強すぎちゃって、あんなおとなしい猫いなかったから、いないんだなっていうことをねちょっと今回思い知らされた。参ったぜ本当に。まあ多分猫自体がそういうもんなんだろうね。ここねシルバーに塗ってあるんで、ここをちょっとね一応マスキングしておきます。こんなに動くもんかと。でもね何匹もおる中で悩んだ。なんか寂しかったりするといけないからね、2匹の方がいいのかなとかもちょっと思ったんだけど、やっぱり2匹だと今度自分的にもね、まあ経済的にもそうなんだけど、ちょっと2匹面倒見るのはマジで辛いわとか思って、まあ1匹にしたんですけど、まあしかもそんなにね広くないし、一応ね形的にはねトライアル期間っていう形になってる。トライアルっていう形でとりあえず家で飼ってもらって、お試ししてもらって、良ければそのままっていう感じかな。まあうまくいくといいけど今のところ大丈夫そうだな。もうなんかね生後6ヶ月で甘えん坊さん、女の子だけどね、女の子は良かったから女の子にしたんだけど、
結局なんかパステル、パステルサビみたいなのがいて、とかも見てすごいね、なんだろう、淡いサビ色なの、すごい綺麗な、なんかこう幻想的な色の子で、あいいなこの子とも思ったんだけど、最初抱っこしたらもう暴れまくること暴れまくること、これダメだとか思って、可愛いんだけどって面倒見きれんかもしれんとか思ってやめて、すげえ動いた、もう勘弁してくれとか思って、ちょっともうちょっとこうゆっくり抱っこさせてよとか思って、でもう一人のそのキジトラはあのおとなしくね、連れてきた子はおとなしかったから、だけど今ね夜になるにつれて活発になってきて、なかなか今やっとちょっとおとなしくなったかなぐらいの、普通だったら連れてきてすぐはちょっとおとなしくさせておいてあげないといけないんだけど、もう全然そんな雰囲気がなかったからさ、だいたい1日2日、まあ1日一晩ちょっと待ってみて、ケージの中に入れて、ケージの中に入れて待ってみて、どんな具合か見てみたいな感じなんだけどね、全然そんな雰囲気なし、マジかって感じだったよ。いやーでも可愛い、超可愛い、めちゃ可愛い。キータンはさ全然おもちゃで遊んでくれなかったからさ、今回の子はさなんだかんだそう言いながらもさ、なんか外に出してくれとかも出してさ、なんか家の中冒険したいのかなとか思って、ほんで冒険させて、でおもちゃで遊んだり、もう大暴れ、超楽しそう、すげえ楽しそう、遊んでるこっちが疲れ始めた、こんな予定ではなかった。まあでも楽しい、癒される、ずっとねこの自分の胸の上でねゴロ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 してね、なんか猫ってなんかこう落ち着いたりするとさ、おっぱいをこうね、ママのおっぱいをこう揉むような感じでこうくちょ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 やってくるの、なんかそれ落ち着くとそういうのやるらしくて、それをさ自分の腕とかこういうところにさくちょくちょくちょこう押してくるから、胸とかさお腹とか、ああ落ち着いてんだなと、まあよかったなと思ってね、まあ連れてきてね、その子にとってね不幸になっちゃうと良くないんでね、まあそれを思うとね、ああよかったなと思いながら落ち着いてはいるし、でなんかおもちゃで遊んであげれば活発に遊んでくれるし、ご飯もとりあえずまあしっかりはまだ食べてはないけど、ちゃんと食べ、なんかちょっとは食べてくれたし、水もしっかり飲んでるし、まあちょっと心配になるところはあんまないかなって。まあなんだかんだね、猫を飼うっていうことはね2回目ではあるんですけれど、前例が前例なんで全然おとなしい猫っていう、高いところは怖がるみたいな、でなんかこうね体にこう抱っこしながらさ、今の子をね連れてったんだけど、家の中をさ、ここだよここだよみたいなお家紹介をしてあげたら、もうこ胸のところからジャンプドーンっておいとか思いながら、まあびっくりだった。今ちょっとそれの戦いが終わったところだった。でやべえ、どこ取らなきゃとか思ってね。よし、ということでこんな感じで、まあ今日の動画ねすごい短くなっちゃうんですけれど、まあここがシルバーで塗るっていう感じ、ね、もう塗ってあるので、まあとりあえずまあ後でもう一回塗ってもいいんですけど、まあ今回まずはこの方法でやっておいて、色味が気に入らなければ塗っていくよという形にして、ただあと他の部分ですね、この辺はボディ色だけど、この辺はあって、この裏は多分ボディ色のままでいいんだけど、この辺のね色がねちょっと違うのよ。あ、ここ切ってなかった、切らなきゃ。そうだからね、ちょっと色をとりあえず明るい、ボディが明るい色で、で内装の色とか骨組みの色っていうのは、まあ骨の部分としては黒なんだけど、シャーシとして見ると青色みたいな感じなので、まあそこはちゃんとね塗り分けてやっていこうかなと思うんで、まずは一番明るい色から塗っていくよということで、まずはここの今のこう見えているこのボディの、ボディ色の部分っていうのは白のサフで色を塗ることにします。でそれ以外に以前ねちょっといろいろお見せした
まずこの部分ですね、まあ、これは後から裏の方は黒く塗ってしまうので、まあ、とりあえず表面だけでもとりあえず黒、まずは白サフね、この辺もこのパーツも後ろのね部分ですね、これこう向きになるのかと、あとフロントのカウルの部分、これもこの辺になってくるよというのと、あとこちらなんですけど、これもねその2色に結局分かれるんだ、この辺はボディ色ですよという感じではあるんですけれど、この辺はシャーシと同じカラーリングの色になってくるので 2色のに塗り分けるよと、まあ、扉はね、あと、まあ、これも裏は黒だとしても、まあ、表はボディ色なので、まあ、ボディ色で塗っていくよという感じですね。アートのパーツも全部ボディ色っていう感じかな、ボンネットとね、などなどはという感じです。でね、次回はとりあえず色をちゃっと入れてきちゃうんですけれど、多分ね撮影の加減でぶっ飛ばしちゃうと思うので、先に説明だけしておこうかなと。まあ最初そのサフはちょっとねボトルが違って申し訳ないですけれど、エボサフねのホワイト、プライマーが入っててね、くっつきがいいので、食いつきがいいので、プライマー入りのこれですね、エボサフを拭いていきます。ただその次何を塗ろうか今悩んでんだよね。この色味を見てもらうと分かるんですけど、悩む色なんだ。それはちょっと今考えてるところでございます。この色一応ね書いてあるんですけどね、ここに H の323 ライトブルー、まあ水色ですね、に H の1だから白かな、白だね、ホワイト、うん、まあこれを 80% の 20% で塗るよっていうので、一旦これで色を作ってみて、まあいい感じの色であればそのまま続けるんですけれど、で内装のさっき言ってた濃い部分のここの辺の色っていうのはもう完全にブルーで塗っていこうかなと思ってるので、実写のね画像を見るとやっぱりねちょっと濃いめの青だったりするんですけど、まあそれがこの車なのかどうかもちょっと正直あまり分かんないところではあるんですけどね、まあそれでやっていこうかなと思います。なんで水色にまたさらに 20% の白を入れるって相当薄色だから、まあちょっと実写の写真を見ながらまあやっていこうかなと思います。結構正直ほのかに水色っていう感じの色なんでね、うん、調整してやっていこうかなと思います。ということで、ね、ちょっと今日ね今回こんなちょっと中途半端な動画で申し訳ないんですけれど、一応ボディ色を塗るよっていう色はこんな感じになってますので、まあ、もしね作られる方いらっしゃいましたらね、その辺のパーツボディ色はこれですよというので理解していただければなと思うんですが、まあ、後々作っていくときにちょっと違うじゃんっていうような感じになってくるかもしれないので、まあ、最後までねもし作ろうと思われる方はね動画見ていただいてもらって、完成までそれから参考にしてもらって自分なりの作り方をやってもらった方が失敗せずに済むんじゃないかなと思います。失敗するのは私だけで結構ですので、ね、その辺は参考にしてもらったらと思います。まあ、ちなみにねここの部分はね赤なんでね気をつけてやっていこうと思います。ということで今日はこの辺で申し訳ありませんが